野上義次は日本の外交官、外務事務次官、中英大使を務めた。2009年より2018年まで日本国際問題研究所理事長兼所長。他に一般社団法人日英協会副会長、公益財団法人、東芝国際交流財団理事、公益財団法人世界平和研究所、評議員などを務める。東京都出身。 1961年、都立日比谷高校卒業。高校時代は、ラグビー部で、全国大会ベスト8に進出した。1966年、東京大学教養学部教養学科卒業、外務省入省。英語研修、在体大,大使館三等書機関、通商産業省出向、経済局国際機関第一課、OECD 代表部一等書機関。 在カンザニア大使館一等書期間を経て、1982年6月経済協力局国際機構課長、1983年1月経済局国際機関第2課長、1984年7月経済局国際機関第1課長、1985年7月在アメリカ合衆国大使館参事官、1988年11月日本、 国際問題研究所所長代行、1991年2月大臣、官房外務参事官兼中近東アフリカ局、1992年7月大臣、官房審議官兼中近東アフリカ局、1993年8月県総合外交政策局、1994年8月香港、総領事、1996年、経済局長、 1997年、OECD 代表部大使。1999年、外務審議官。2001年8月10日、外務事務次官の川島博氏が更迭される。同日、その公認に就任。次官在任時はその風貌から、げの次官とマスコミによりあだなされた。総理大臣官邸と意思疎通を交わす中で、 アフガン復興会議での NGO 処遇の事務当局の不手際もあって外務省はまるで福までんだと批判する外相の田中、薪子と差し違える形で共に辞任した。2000年に沖縄県名護市の万国診療館で開催された九州沖縄サミットではセルパを務めた。2002年中イギリス公使兼イギリス王立国際問題研究所中東部シニアフェロー 2004年中イギリス大使、2008年大官、同年6月より、水保高ポレート銀行上任顧問。同年11月4日、第1回緊急首脳会議を前に、行天富夫と共に、内閣官房参与に任命された。2018年秋の叙勲で、随法、重光明を受賞。ありがとうございます。